はい、ということでね、私は今ですね、甲子園駅に来ています。甲子園駅ですね。で、今は、阪神タイガースが今年は優勝しました。あ、改めておめでとうございます、皆さん。ということでね、優勝ムード一色なんですよ。例えばね、この電車なんですけど、まぁ、ちょっと待ってくださいね。この後ろ側見てほしいんですけど、この後ろ側のヘッドマークみたいなところにね、阪神タイガース優勝おめでとうみたいな書いてあるんですよ。という感じでね、完全に優勝ムード一色。まあ、関東の人間からしたらあんまり実感ないと思うんで、この優勝ムード一色の、甲子園周辺、関西地方をお届けできたらなと思います。昨日ね、神戸とかも見てたんですけど、やっぱ神戸もね、すごかったですね。神戸の様子は、今からお届けします。こちらです。神戸の三宮駅なんですけれども、あと阪神電車のね、こうやって優勝のね、まあ、おめでとうみたいな、掲げられてますね。まあ、幕とか、こういう看板がいっぱい出てます。やっぱり優勝ムード一色ですね、関西地方。駅にある阪急百貨店もこんな感じですね。阪神タイガース優勝おめでとう。引き続き、よろしくお願いします。はい。日本一になるまでね、応援していこうかなと思うんですが、まあ、一応阪急もね、阪神と合併してますんで、こういう感じで宣伝させていただいていると。まあ、ここ阪神電車の三宮駅でもあるんでね、こんな感じになってますね。ということでね、まあ、神戸もすごかったんですけど、やっぱ甲子園もすごいね。前にね、滑り看板って紹介したのがあったんですよ。この甲子園にあるやつ。ちょっとそれをね、滑り看板じゃなくなったんで、見てほしいなと思います。若干ですね、滑り笑いみたいな掲示物がいっぱいありますね。阪神タイガースへの愛で、今年の甲子園駅をジャック中、あれ行きの特急列車、ご乗車の方をお急ぎくださいとか、あとはただいま駅構内は猛虎魂で大変混み合っておりますとか、そういうですね、やや滑り掲示物が展示してありますね。じゃあ実際にですね、甲子園球場の方まで行ってみようかなと思います。ください。一心不乱に阪神タイガースファンとか、阪神タイガース優勝おめでとう、あの幸せそうな人は阪神タイガースのファンに違いない。そらそうよね。それから日本一までノンストップで行っちゃいましょうとか、この時を18年間待ち続けていました、ありがとうタイガースとか書いてありますね。もうこれ見るだけで泣いちゃいそうだもんね。あんな滑り広告だったのがなくなって、もうただただ感動してるっていう。もうほんとこれがね、もう本当素晴らしいね。 au 純銀行さん、ありがとうございます。あ、通路に神様、仏様、ビリケン様、次は日本一のお導きください、あと野球の神様もお願いします。やっぱりちょっと滑ってんだよな、やっぱり滑り広告。本コースもね、セントラリーグ優勝、もう感動ですね。本当に阪神タイガース優勝おめでとう、本当におめでとうございます。優勝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 、まあ、これぐらいね、まあ、地元の人たちは望んでたってことなんですよ。もうほんと18年間待たされたんでね、6チームなんだから6年に1回優勝できるだろうと思うんですけど、なかなかそうはいかないんですよね。今日はね、甲子園ではおりません。またクライマックスとかあると思うんで、まあ、そのタイミングで行こうかなと思います。なんで今日はね、このまま尼崎の商店街行きたいなと思います。ということで、阪神電車尼崎駅に到着しました。まあ、尼崎ってね、まあ、タイガースの熱烈なファンが多くてね、まあ、西宮の隣町ではあるんですけど、なんで商店街もね、総力を挙げてタイガース応援してるんですよね。日本一早いマジック点灯っていうことでおなじみの、毎年マジック143を点灯させている商店街があるんですが、毎年消えずにそのまま終了してしまうのがオチだったんですが、今年は本当に消えてしまいましたので、その様子見に行きたいと思います。なんか尼崎って、まあ、ダウンタウンが出身地ではあるんですけど、結構そのなんか治安悪いっていうか、口悪いっていうか口調荒い人が多いんですよね。まあ、こんなことをここで言うべきではないかもしれないんですが、ちょっと怖いなと思いつつ歩いています。これか、尼崎中央商店街、これかな。すげえ、六甲路繋がれてるわ。目指せてっぺん優勝祈願、これはまだ更新されてないってことなのかな。めっちゃタイガースの応援が流れてるわ。パチンコ屋もなんか阪神っぽいような感じ出してますよね。熱血すでに敵をつく。でいろんなところから別のタイミングで六甲おろし流れてるんですけど、頭ぶち壊れそうだわ。流れてる音楽は六甲おろしなだけ幸せですよね。毎年巨人優勝した後、イトーヨーカドー行って、もう闘魂込めてが流れて、マジでブチ切れそうだった
若かりし頃を思い出しますね。あれに比べれば相当マシです。この先が、あんまパチンコ屋ばっかりだな。3番街っていうところですね。優勝おめでとう。すごいね。ここもタイガース一色だわ。サントラ様、サントラ殿。天ヶ崎中央三番街、日本一祈願。こんな商店街があったんですね。あんま知らなかったな。隠れ家、立ち飲み丸見え。隠れ家、なんか面白そうだな。この商店街めっちゃ長いね。やっぱ関西地方は商店街が立派なところが多いですよ。これか、マジックゼロ。うわ、しかも動いてる動いてる。なんか動いてんな。あ、回転してるわ。優勝記念セールまでマジックゼロ、日本一早い点灯。これもしかして反転してまた前進んでいくの？すげえ。めっちゃ金かかってんじゃん。面白い。はい、ということでこいつと一緒に進んでますけど、おもろいな。商店街のお店で各自いらないものは優勝セールってことで売ってますね。まあ、別に買わないけど。このメガネ屋とかもなんかタイガースのグッズ売ってますね。セールしてんのかな？賞金みたいなのばっかりだな。なんか実際に優勝すると思ってないんだろう。はい。で、まあ、話関係ないんですけど、ここは神奈道新地っていう、まあ、昔、ここも飛田新地みたいな、チョンノマがいっぱいあったところなんですが、壊滅状態にありますね。基本的にはね、今、尼崎市の所有物件ばっかりになってますね。まあ、雰囲気はあるんだけど、もう完全に廃墟ですね。でしたね、尼崎市素晴らしいね。こんないい街ないわ。口が悪い、ん？口調荒い人が多いとか言って、すいません。まあ、それは事実だと思うんですけど、まあね、こんだけ街ぐるみでタイガースをしていたらいいんじゃないかなと思いました。梅田駅に着きました。はい。で、梅田のね、駅長室では、いろんな記念グッズが買ってるそうなんで、ちょっと買ってみますか。で、これね、記念切符、阪神の各駅の、まあ、各駅っていうか、主要駅の駅の切符が、記念切符が入ってるホルダーになります。これ1個1500円かな。まあ、こういうのもね、取っておくと後の時代にね、優秀なお宝になったりしますんで、こういうのはゲットしておきましょう。で、まあ、本丸の阪神百貨店行ってみましょうか。ちょっとね、優勝記念セールって今日までらしいんで、ちょっと楽しみですね。タイガースショップの商品は現在大変品薄、予想以上の売れ行き。まあ、そらそうよな。ステッカーとかも配ってたみたいですが、もうなくなっちゃったんだね。アメリカンエキスプレスカードで当日10万円以上お買い上げの方、ちょっと難易度が高いですね。各店舗でタイガースにちなんだ料理が食えるみたいですね。各店舗ではこうやってね、優勝セールということでお得な商品が1個ずつ展開されてますね。タイガースショップ来ましたけど、確かに品薄っちゃ品薄か。もう優勝とか関係なくみんなタイガースのグッズ買いまくってるみたいだな。この棚とかガラガラだもんね。だから優勝記念グッズとかじゃなくて普通のグッズもみんな爆買いしてるんだろうね。南とか佐藤輝とかやっぱ人気選手のユニフォームはもう品切れですね。ね、みんなグッズを買うことでね、この嬉しさを表現してるんだと思うんですけど、バカみたいに並んでますね、グッズ売り場。普段だったら並ばずに買えるんですけどね、普通のグッズなんですけど、もうみんな欲望が爆発してますね。地面もこんな感じですね。もう最高ですね。ここは一応阪神百貨店の梅田駅なんですけど、まあこれが阪神百貨店なんですけどね。ということでいかがでしたでしょうか。まあ関西地方中心にタイガース優勝して盛り上がってますね。まあ経済効果も高いっていう風に、まあ本当かどうか知らないんですけど、先生もおっしゃってるんでね。まあこうやってね、18年ぶりに優勝できて本当に良かったなと思います。今日はね、甲子園で試合あるんですけど、ちょっと雨降りそうなんで、今日は行くの、まあ、もともとチケット持ってなかったんで、行かないで、明日から神宮で試合あるんで、それは行こうかなと思います。はい。では明日、神宮でお会いしましょう。ありがとうございました。阪神百貨店の裏側見てきたら、でっかい横断幕ありましたね。2023、ジェラセントラルリーグ優勝。引き続きご声援よろしくお願いしますということで、はい、引き続き頑張っていきましょう。すいません、おまけでした。ありがとうございます。